こんにちは、荒木和弘です。令和3年8月7日土曜日のショートメッセージをお送りします。クラウドファンディングにご協力いただいた皆さんにお送りするグッズなんですけど、今まあこういうのいろいろ発送作業をやってます。で、順次届いてはいると思うんですけど、まだまだたくさんありまして、時間がかかります。で、潮風に乗せての CD ができてくるのがちょうど今度その後を考える集いをやる8月10日なんですね。で、それをご注文の方はそれ以降の発送になりますんで、すいません、8月中には皆さん届くと思うんですけども、もうちょっと気長に待ってていただければというふうに思います。8月過ぎても届かないようだったらすいません、こちらの手違いのある可能性もありますので、ちょっとお問い合わせいただければ幸いです。それから、今月22日ですけども、21日には、午後3時から兵庫県の日本海側、豊岡市の霧浜海岸というところでライブをやります。これは霧浜事件という、この海岸でですね、工作員が捕まった事件がありまして、それについてのライブです。それから翌日22日午後2時から神戸市の兵庫県民会館で、集会をやる予定にしております。で、これも兵庫県を中心としたこの拉致問題、ということになります。また詳しくはメールのニュース、あるいは様々なSNS でお伝えしますので、ぜひご覧ください。で、一応福岡方式のハイブリッド開催で、ライブとそれからリアルを一緒にやる予定です。で、ライブの方はもちろん世界中どこでも見れますし、終わった後アーカイブでもご覧になれます。リアルの方は今コロナの感染状況またちょっと変わってきてますんで、状況によってはライブだけになるという可能性もあることはあります。このままでいけばそのままリアル開催をも一緒にする予定です。で、さて、今日お話しするのは2002年平成14年の9月17日、なんで北朝鮮が拉致を認めたのかというお話です。で、今までも何度もかしてるんですけども、時々今ご質問を受けるので、改めてお話をしておきたいと思います。で、この状況はですね、なんで起きたのか。一つはアメリカとの関係が険悪になった、というよりですね、ブッシュ政権が非常に第一期で強硬だった。で、キム・ジョンイルは爆弾を落とされるんじゃないかなというふうに思ったんだと思います。で、当時しかし2000年のですね、ちょうど南北首脳会談が2000年の6月にありましたけども、この後米朝関係は非常にですね、良くなるんですね。で、10月にオルブライト国務長官が、平壌を現職国務長官として初めて訪問をします。で、これで米朝関係うまくいくというふうに思ったんですね、キム・ジョンイルは。で、中国に対して非常に失礼な扱いをしてしまったと。で、これもまた詳しくまたどっかでお話しする機会があると思いますけども、これで中国との関係悪くなった。で、キム・ジョンイルはもうそれで構わないと思ったんでしょうね。もうアメリカとうまくできるんだから中国の奴らに文句言われる筋合いはないというふうにおそらく思った。で、ところが11月の大統領選挙で、予想を覆して共和党ブッシュ候補が勝っちゃったと。で、ブッシュ候補は対北政策の見直しをやるということを進め始めた。で、その矢先、2001年の9月11日 9.11 の同時テロがありまして、で、さらに強硬な姿勢を強めると。で、2002年の1月にはですね、年頭教書でイラン、イラク、北朝鮮という悪の枢軸、という、言葉を使って、批判をするわけです。で、もうこれはですね、爆弾を落とされるかもしれない。で、しかし一方で、中国にはもう助けてくれとは言えなくなっちゃったということでですね、で、助けを求める相手は日本しかなかったということなんでしょう。で、日本としては国交正常化やりたいという意向が前からあった。
で、日本との関係改善が進めば、アメリカもですね、日米関係同盟国ですから、そう簡単には、手が出しにくいだろうという話とか、日本と国交正常化をやれば金が入ってくんだろうと、1兆円とかですね、そんな風に読んでたわけです。で、日本の方は、まあその実務をやったのは田中欽さんなんでしょうけども、北朝鮮と交渉して、で、これ拉致を認めたら、もうね、自分たちは国交正常化したくてしょうがないんだと。で、拉致を認めてくれたらば、もう全部、もうすべてチャラにすると。で、国交正常化をやるからというふうに、まあ言ったわけです。で、まあ何しろ交渉してる人間が本当にそう思ってるわけですから。で、やってみたと。で、認めたと。で、認めたらば、日本の世論がわっと、まあ、高まってしまって、日本政府もとてもこれ国交正常化なんていうことが言える状況ではなくなってしまったと。で、北朝鮮は、まあ、一時帰国のつもりで、返した5人をですね、がそのまま残るということになり、結局、日本に騙されたという話になってしまったわけです。これで日本が騙したのはいけなかったんだっていう声が日本からも、の中でもですね、あの頃何回か出たことあります。ふざけんじゃないって言うんですよね。それまで、その帰ってきた5人も含めて拉致は一切やってないと言ってたんです。ずーっと。拉致だと言ってた人間が、もう反動だと。日本の反動がそう言ってるだけなんだというふうに言っていたわけですけども、その嘘をですね、結局全部ひっくり返して、そういうことになったと。ですからもちろん、向こう側にですね、ずっと騙されてきたわけですから、こちらがそういうことをやったかといって、それも結果ですから、別になんか言われる筋合いは全くない、ということですね。で、北朝鮮というのは、朝鮮戦争も南からやったというふうに言ってます。それから、まあ、数々のテロも認めてません。その北朝鮮が、拉致を認めた。しかも、親分自ら認めたというのはですね、これ大変なことです。で、もうそれだけ、やはりアメリカの軍事力が怖かったんだろうということなんですね。で、ここから得られる教訓は、もうただ一つ。要は、あの人たちにですね、対するときに、話し合いじゃダメだということです。話し合いをするにしても、もうともかく後ろに棍棒を持ってですね、いつでも振り下ろすという姿勢を持っていない限りは、相手側も話し合いに乗ってくることはないだろうと、いうことなんですね。ストックホルム合意をしたと。だから約束したんだから、それを守らせるようにするべきだと。それ守らせるようにするためには、爆弾を落とすぞっていうことがなかったらダメです。ただ約束したんだからなんて、北朝鮮という国はですね、約束というのは相手に守らせるものであって自分たちが守るものとは思ってません。こちらの力にだけ反応をするということだろうというふうに思います。で、安倍さんはトランプ政権の時に、その、もう一回アメリカの力を借りて圧力をかけて話し合いに引っ張り出そうというふうにしたと。いうことでした。でも結果的には日本の力ではなかったんで、やっぱりダメだったということです。日本の力でやるしかありません。これもどんなにしんどくたってですね、日本の力で取り返すしか私はないと思います。まあ、その気になった時にアメリカをですね、手伝わせることはできるだろうというふうには思う次第です。あさっては、月曜日は、その後、そもそもなんであの時に5人が選ばれたのかということについてお話をさせていただきたいと思います。今日もありがとうございました。